地元の連中もなんかやべえもん。なんか俺の友達でさ、シンナで、高校時代シンナ吸いすぎて歯がもう一本もねえやつがいいんだけど、奥さんできて子供にキスしようとしたら、ああ、ダメだ、病気にうつるからやめろっ,つって。子供にキスできねえから、順一はシンナ吸うなよそういうクズもいます。すでにロレが回ってないし、歯がねえから喋れなくなってる。シンナ吸いすぎて、歯が一本もねえやつがいいんだよ。溶けて。 <laughs> 鼻,鼻クソヒョウさんはちょっと頭に障害持ってて今みかんみかん畑で働いてるわ発達障害の子だったなあいつ今思えばその時はその言葉を知らなかったからなんかちょっと変わったやつだなって尻尾生いてて面白いやつだなと思って,って仲良かったけど今思えばみかん畑で働いてる。 特別学級の宮野くんは、宮野くん特別学級じゃねえよ。健常者にしては著しく頭が悪いだけだよ。しかも俺中学校違うから、抹茶屋の友達だろ未だに、未だに揉めたら喧嘩で話しつけべみてえみたいなやつがいるんだよ。ものすげえ喧嘩強くて、番長みたいなやつがいたんだよ。著しく頭が悪いやつけど、すっげえ、いいやつ ハマーディーはあれだ、おもちゃ屋で働いてるわ。中学、高校に全部落ちて、阿波水産高校にも落ちて、就職するって言って、地元のおもちゃ屋で働いてるわ。ハマーディー。ハマーディーは痛ぇな、久々に。スケボーキングはあれだわ。あのー、館山の、 な美容系のじゃあ服飾系の専門学校行って館山で就職したけどその就職したところが2ヶ月で潰れてそれ以来ニートしてるらしい <laughs> PS4 のチャットでしかコミュニケーション取れないらしい <laughs> スケボーキングよく昔掲示板荒らしてたなアルクの掲示板ニワトリはあれだわあのー 印刷会社で働いてたけど、月給12万で彼女がしないでっつってフィリピンに飛んでったわ <laughs>。で、俺が配信してること知ってるから、多分おそらく見てると思うんだけど、クリッパと仲いいから。今、フィリピンでなんか遊んでんじゃねハイパー面白い君はあれだ。死んだで歯が溶けててわかんねえわ。結婚してないから子供育ってるわ。チャックは死んだ。ペスはあれだったわ。いい親父になってた。 い,い親父になってたサメ肌アッコあれだわ一度大麻で補導されたけどちゃんと更生して今警察官とその時パクられた警察官と結婚して今2児の母俺の初体験の相手俺が15歳の時にお姉ちゃんの部屋に呼び出されて「純脱ぎなっつってチンポポ舐められた女だろうアッコさん入れさせてくれっつってその時コンドームの概念がなかったから今でも忘れないあの神秘的なセックス。 じゅんぎ、じゅんぎなっつって。しる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 ーって <laughs>。シャドウームー、<laughs> おめえら、シャドウムーンも知ってんのあの、顎が曲がりすぎてて、お三日月、三日月って言われてたから、三日月だよいじめみ見ててかわいそうだから、かっこいい名前つけべお前は今日からシャドウムーンだっつって以来、シャドウムーンっていうあだ名でいじられ続けた、あいつな。阿波水産高校の。あいつ何やってんだろうな <laughs> ベーダーもん超懐かしいベーダーもんあいつ何やってんだろうス,スタービーチで、あのー、女と出会ったんだけど、それ俺,なんか俺たちが遊びで、俺たちが遊びで、なんか寝かましてて、今度、縦山に住んでる人募集中っつって、たまたま、たまたま俺の友達、俺たちの友達が連れて、おい、顔見に行こうぜっつったら、ベイダもんだった、あのベイダーもんだ。髪の毛、天パすぎて。 懐かしい。<laughs> ベーダもいいな。<laughs> 車解体されたらないよ。<laughs> 軽自動車をノリで壊されたやつでしょ。<laughs> おいあれやんべえよストツーみてによ車ぶっ壊すしい俺その時いなかったんだけど。<laughs> 俺そういうの嫌いだからやんなかったんだけど。<laughs> その場にもいなかったし。車壊されて、おい、これで焚き火すべえっつって。 親に買ってもらった軽自動車壊されたライでしょストツのボーナスステージみていに懐かしいライ魚はうちの親父と唯一仲良くてたまにパチンコ行ってるわ多分おお今日おめえよスキップにようライいたよってたまに電話来るわ <laughs> あいつ元気にしてんのかな優秀だったのにな <laughs> オロチマルんだオロチマルって 相撲部屋逃げた真っ向お前何で知ったのお前真っ向知ってるってお前相当だぞなあ真っ向知ってる真っ向序二段でやめた真っ向でしょ俺相撲取りになるっつって1年ぐらいで帰ってきた真っ向でしょはーい夏真っ向序二段で序の口序二段んか相撲部屋の格付けって一番最初に入門した序の口 で、次がジョニダンなのね。ジョニダンぐらいだったら誰でもわかるんだけど、ジョニダンで、あのー、ストレッチがつれえっていう理由で夜逃げしてきた真っ向な。ジョニダンの真っ向。<laughs> 懐かしいわ、真っ向。<laughs> なんでみんなあだ名つくんだなんか、あだ名ってつかない俺なんて、俺、俺別に加藤とか淳一くんとか、 じゅんちゃんとかそういう感じだったけど、なんかみんなあだ名つけてたな。まっちゃんはアンドレザ・ジャイアントって名前つけてたし。あ、よっちゃんはよっちゃんだったな。てんぐちゃんはてんぐちゃんだな。あ、てんぐちゃんはまあ普通に名前。結構なんか、友人同士ではあだ名で呼び合うことが多かったな。おい、クリッパって山本なのか多分違うと思う。 でもあいつももしかしたらなんか複雑な家庭環境だから名前変わってるかもしんねえからよう分からんけど <laughs> 天狗ちゃんの由来を教えてくれあ,あれっしょあの鼻が尋常じゃなくでけえからお前鼻でけえなっつって天狗みてえなっていうところが天狗ちゃんだなおそらく <laughs> あ親父死んだんだいや死んでねえよこの前電話かかってきてめっちゃ怒られたぞ <laughs> おいしっかりしろみたいなうるせえなとか言ってたよ 親父に怒られたわとか言ってたよあいつでも,もガチの精神病だからあんまりネタにしたくないんだよねなんかたまになんかほんと怖い電話がかかってきて「今震えてる」みたいなこともうほんとしんどくてクリッパの「今本当に俺薬でブルブル震えてるんだ」っつって声声がさなんかブルブルしながら電話かかってくんだよクリッパから「今震えてるんだ」っつって。 怖いんだよ本当。よっちが天狗の嫁にセックスするのことをバカにしたらめっちゃ泣かれてその後化狗がセックスしてる,てる知ってる本当にデリカシーないでしょそれさ他人のさエッチの話とかってさしちゃダメじゃんよっちゃんって本当にイケヌだからガチの発達障害だから毎日7年付き合った彼女と毎日エッチしてたのね 毎日エッチしてたの。で、お前ら本当に愛してねみたいなことをよく言ってたのね。で、他人が結婚したらさ、エッチとかしなくなっちゃうじゃん。そういうのズケ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 言うのね。女がかわいそうだみたいな。それでおそらく、言ったんだろうな。他人の、家庭の話まで。言ったんだよ。 天狗ちゃん、でうちの友達の嫁さんみんないい人だよ。本当に。みんないい人だなって。よくぞ、こんな、よくこんないい子、捕まえたなって。お前らの友情っていつ壊れるかイエイイエイする。いやでも昔に比べたらすっげえ安定してるよ。マジで終わってたから。 人の浮気はネタでバラすわ。家でうんこするわ、しょんべんするわ。あの、チキンレースで高価なふすまを穴開けるわ。親父をぶん殴りに行くわ。人んちの車勝手に運転するわね。もうはっちゃめちゃだったから、本当に。最近みんな大人になって、そういうことしなくなったもん。めちゃくちゃだったんだよ、本当 家でさ、一人暮らしして綺麗にしてる部屋でさ、ヨッチャが酔っ払って、おめえは向けてねえけど、俺は向けてるからえれみたいな感じで、しょんべん巻き散らしやがって、俺一年ぐらいヨッチャのほんと電話出なかったからな。あいつはもう友達に、あいつの顔見たくねえって。そって考えると、すごく大人になったなって。でたまに俺が昔の乗り出すと、もうお前には付き合いきれねえよ、みたいな空気出すけど、 実はそれで常識人ぶってるけど俺なんかまだまだましな方で周りの方がよっぽど気違いだからよっぽど気違いだから俺なんかまだまだ自制してるかなりよっこらセット ま <laughs> <laughs> あじゃんで僕らの話。あしてその大事なエピソードを俺から奪われてくれ何の話だっけなんだあれじゃよヨッチャンとテンクチェンが酔っ払って、自分の家の最寄りのセブンイレブンで、おい俺万引きできますからつって快楽店に盗んで、バッチリば、バッチバチに、あのー、監視カメラに映っていて、翌日で何、何食わる顔で朝飯会に行ったら、歩道、確保つって確保されて、俺に泣きながら電話してきた話するじゃん。 ジュンなんか身柄を身柄を引き受けに来てくれーっつって柄受け来てくれーっつってんで俺が行かなきゃいけねえんだよっって, <laughs> てめえの親に言えっつってその話ねほら花もいいねって何回もあったぞ今さヤクザのさ チャンスお兄さん天狗ちゃんと2人で来ててさ「おめえも来てくんねえかって来て出かかってきて「何があったの?」っつったらいやさ昨日さ天狗と2人でよあの街で飲んでた街で飲んでたらよ街で飲んで帰り際にタクシー乗ってそのタクシーの運転手に絡んだらよ そいつがよ、その時はめっちゃ気のいいあんちゃんだったんだけどよ、なんかハゲとかボロカスいじってさ、家帰ったんだよ。そしたら家に、そのタクシーの中に定期忘れててさ、その定期から身元が判明してさ、そいつ実はヤクザ兼タクシーの運転手だったんだよって。でもさ、俺そこ一個思ったんだけどさ、ヤクザが副業でタクシーの運転手やんじゃねえよって感じじゃない <laughs> ほんでさ、学校に連絡来ちまったよ、その、よっちゃんと天狗ぐちゃん、 ジャンソーに謝りに来いって言われて、先生も助けてくれなくてよ。菓子折り持って俺今からよ、ジャンソー行くんだけど、おめえも助けに来くんねえかーっ,つって。って言ってたわ。で、ジャンソーでボコられて帰ってきたっていう。<laughs> 俺クソだったわ。おめえ何、何おめえボコられたつって。まんじゅう持ってったのによ、あいつら許してくれなかったよ。って言ってたわ。うわ、その話めっちゃよっちゃんとして その話めっちゃよっちゃんとして、あれマジ受けた方知らねえ俺絶対一緒に行かねえからなって。ほんで、よっちゃん一番受けたのが、あの、一生懸命マジで学校も一日も休まずに、部活も一生懸命やってたのに、あの、すっげえ部活に命かけてたのに、 そ最後の大会の一週間ぐらい目に足骨折して最後の大会だけ出られなくて、本当に俺笑いがこらえられなかったけど、その時のよっちゃんの落ち込み方が異常だったから、投げてした記憶があるわ。いや、よっちゃんでもおめえ頑張ったよ !3 年間、おめえは頑張ったよって言ってたけど、本当に笑いが、もう笑いがこらえきれなかった。おめえよつって。<laughs> <laughs> よっちゃんが女振ってその女の友達に学校のバルコニーで送られた話してくれ。中学校の時に俺たち、俺たちがよっちゃんモテたから、なんか女番長みたいなやつに告られたんだよ。それで、 よっちゃんは、なんか別に、普通の振り方したのはごめん、俺付き合えないわ、つっ,ったら翌日、男子、そいつの、なんか男子10人ぐらい、男,男子友達10人ぐらいに、学校のバルコニー、教室のバルコニーに呼び出されて、ね、見張り6人ぐらい、なんか、真ん中でよっちゃんボッコボコ投げられてて、学校中に、ひぃーごめんなさい <laughs> って声が学校中に響き渡ってて、おヨちゃんが怒られてるぞって誰も見てみぬより。俺姉ちゃんがニコ上にいたから別に何も。俺は何もなかったから、ヨちゃん怒られてるからちょっと様子見に行くかって。見たら顔中もう真っ青になってて。やばいよ映画みたいな喋り方。ひいごめんなさいーって学校中に届いてたんだよ。 あいつが5組、あいつ4組、俺1組だけど、1組まで、あいつの声が響き渡ってたんだよ。今でも忘れねえ、あの断末魔。俺の中に刻まれてねもん、PTSD なって。<laughs> 翌日 <laughs>、翌,翌日仲直りしたけどな。 でも久々に話した気がする。な、この話したの7年ぶりぐらいじゃないまだにさ、ひごめんなさいってみんなコメント流れるけどさ、この話したのって7年ぶりぐらいじゃないすっげえ久々にした気がするわ。あれおもろかったなぁ。あの、よっちゃんの断末魔あれおもろかったなぁ。<laughs> あった。よっちゃんが銀行からパクってきた犬がよっちゃんの親父い <laughs> よっちゃん、犬、犬、盗んできて、で、飼い始めた初日に親父がトラックでバックしてきて、その犬引き殺して、一丁前に落ち込んでた話な。あれ、最悪だよな。もう絶対よっちゃん、カタなに、捨て犬拾ってきたって言ってたけど、 ステイに拾ってきて家族がその環境になれすぎて、まさか犬がいるとは思わずに、バックで夜中、夜中バックで駐車してきて自分ちのお父さんの車にドーンって枯れて、あいつ泣いてたなあ,あいつ泣いてた。あいつ泣いてたわ。 あとね、絶対、これもうみんな、もうこうこの話ほんとしちゃいけないんだけど。なんかその、俺がね、18ぐらいの時に、なんか、年上の女から金見つかしてて、金がなかったから、バイトもしたくなかったし、お金くれっつって、すげえ金見つけてもらった時期あったの。で、それを、まっちゃんにめちゃくちゃチェーンされたのね。おめえは男として最低だよ、みたいなこと言ってて。で、 じゃあ、そっか、確かにそうだな、かっこ悪いことだな、<laughs> と思ったら、同時期にそいつ、まっちゃん、ババアからお小遣いもらってて、知らねえ、<laughs> ボケ老人からお小遣いもらってて、てめえに言われたくねえよって。大喧嘩した記憶があるわ。あいつ、グーの根も出てなかった。俺はさ、その、若い女だから、まだある、わかるけど、おめえ、それもらって年金もらってるババアだろっつって。ババアからもらってやがって。 なんかそれ俺心に傷負ったからいや確かにそうだな悪いことしてんなって親に言えねえことしてんなって思ってたから傷ついたからその場所も鮮明に覚えてる俺の家でさ電話してた言われて。してたわ。 幼少期にハムスターを買い始めろ、三四から脱走し、一年後の同じ場所に巨大化活灰色になって現れたらしい、いどう考えてもただのドブネズミだから、よっちゃん逃げたハムスターだと思っている。なお、そのネズミはおばあちゃんの手によってドブに捨てられた。もう、いけん沼じゃん。